どうもこんにちは、いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。今回の新機体は、アップモーモニターに映っちゃってますがなでんがな。一泡吹かせる、協力されたし。ジュアップですねー。このバトーペの新機体画像毎回どこかにアップアイが隠れているんですが、今回いなくない。あ、いたわ。拡大してもわかりづらい、さすが宇宙忍者ステルスアッバイ。最近必要でしたが、こないだ神ゲームガダオで底引きの安復活さえしてしまったので、星さん期待2期モデルならジュアップださんかーい。リサイクルチケットもとうとう1700枚に到達しそうです。出たー。今回は30連で出たっぷ。星さん期待は分母が少ないしピックアップなんでやはり余裕っぷねー。機体の外見となんだか合っていないシャレオツな BGM で駆け抜けるジュアー。このゲームではオバヒの方がブースト回復が早いので初手 FX オバヒ。これはマジ。ジュアップは350コスト。私の予想では32日から開催されるランクマッチが350コスト戦なので、これに合わせて350コストのとんでも壊れ機体来るかと思いましたが、ジュアップは予想外。武装は静止射撃だが鬼火力蓄積よろけの12連ロケットに、これまた鬼火力の腹部メガ粒子砲、マニューバーに効かない時が多々あるので、おそらくは蓄積よろけではなくよろけ兵装。そしてユニコーンで腹パンしていたジュアップの必殺、自分が、格闘ですね。武装のよろけ値を一応見てみましょう。4発でよろけ、よろけに追撃してるだけでワンチャンよろけハメできそうでもある。ちなみにこれはゆっくり撃ってますが本来の連射速度はこちら。4発同時発射の腹メガ粒子砲、距離を置いて前段ヒットしないように撃ちましたがよろけ、やはり蓄積ではなくよろけ兵装な模様。メガ粒子砲は非常にエネルギー消費率が高く、オバヒすると何もできないスプタイムはいるので、極力避けていきたいところ。しかしながら勝手に4発撃ったみたい。しかしここは我がチームの領域、入ってこれまい。メガ粒子砲は4発撃つためどこからがジェネレーターオバヒか目視しづらい感あるので、エネルギー満タン以外では撃たないのが安泰。ジュアップはしゃがみで差をつけろ。通常しゃがみ中の火力補正はプラス 5%。ジュアップはさらにスキルで 5% 上乗せ。消費税どこまで上がるんですか？アタックで分からせていきましょう。ロケットは撃ちながらしゃがむこともできるのでそんなに難しくないので、積極的に狙っていきましょう。12連ロケットフルバーストオニアスドリームファンタジア。とどめよろっつー。目の超えたバトーペプレイヤーはもうお気づきでしょう。このヤバい火力に、534と586ダメを12連撃。計算するといっぱい、メガ粒子砲が本体と思いがちなジュアップですが、この機体の本当の強みを活かすなら、12連ロケットの方が大事かもしれない。12連ロケットは高火力に加えてリロードもまあまあ早く、射程も450と長いので、イモ高所ジュアップもそこそこ強力、蓄積よろけも取れるので、火力とストッピング両方でのアシストをしていきたいところ、12連ロケットはそこそこ冴えてますが、メガ粒子砲のクソエイム感半端じゃないっぷー。ここだ、ダメみたいですねー。冒頭でも言ったようにメガ粒子砲では強襲機の脱し止めれないっぽい上に、12連ロケットは静止射撃、つまりプロガンや1回兵の自衛力はほぼゼロ、高火力弾幕を張れるジュアップですが弱点はこの狙われた時の脆弱さ。三級陸ジム、いかに汎用と連携を取るかが他の支援機よりも大事っぷー。メガ粒子砲は移動しながら、なんなら脱出しながらぶち込めるので、マニューバーアーマー持ってない機体に追いかけられた時はバックダッシュメガ粒子砲なんかも可能。鈍速で自衛力かなり低いジュアップですが、持ち前のアーマーあるので、孤立しない限りはダウンで時間稼いで生存も頻繁にできるジュアねー。それどんどこどんどこ見える。完全に気配を絶ったエフリートショットガンを華麗にかわすジュアップ粒子がこちらになります。ふふ、汎用機のくせにこのゾウさんに喧嘩を売るなんて、パオーンしてやろうか。パオーンといえば岡山の深夜ローカル CM でお姉さんがパオアオっていう声がエッチ。うわぁ、もう持たないジュアー。範囲はメガ粒子砲のクソエイムですね、間違いない。リスポーンは難しいところですねー。
今 D 拠点に出るとタコ殴りにされる気がしますが、いや、5番機側来ましたね。なら俺も行く。思ったよりヤバい状況。5番機待たなかったらやっぱタコられてた。これが Y のダッシュ2番思考。からのなんでやねん。からのオンドレアスブラッディインフェルノ。ははははジュアップに近距離でここまではめられるとは思わなかっただろう。ちなみにジュアップは強化タックルレベル3という名前は強そうなスキル持ってますが、タックルの威力と距離がわずかに伸びるだけのショボスキル。来ました。原作再現ハラカンサイクロンマグナム。そんな細い機体ではジュアップにパワー負けしている。リバウンドしてから出直し的な。一時はどうなるかと思いましたが戦況はいい感じになってますね。ナイスカット。汎用がいるからこそ輝ける支援機じゃねえ。玉切れです。ナイスー。そんな感じで超鈍速なため、味方に感謝する場面もしばしば、その運はいつ返すのっていうと効果力支援でお返ししていくわけですよ。12連ロケットの射程450はなんとここからでも届いちゃうんです。すっぽいねえ。なんだか味方がリンチに合ってるような感じしますが、ロケット祭りでわっしょいわっしょい。はい、役に立ってないですね。やめましょう。支援機全般に言えると思うんですが、射線切れてるのに同じ場所から動かない、最大火力発揮できない兵装だけで回してる。この二つは支援の禁忌やと思いますねー。さっきのジュアップムーブは射線切れてる上メガ粒子砲の届かない距離、ダブル戦犯ムーブなんじゃないでしょうか。多分、攻撃が来ますね。大体狙われるんでここは大きめに交代。危ないところだった。爆撃予告あんなにデカデカ表示されるのに結構見落としちゃう不思議。着地硬直を狙い撃つエクバムーブ。まずいな。支援攻撃でライン下げられたから一気に入られ、おーおーおー、珍しくいい支援攻撃だったかもしれないですね。お、追撃はカットされたか。少ないダメージで無敵ゲットミン。拙者静止射撃は苦手だけどダッシュ射撃は得意なんですよね。やっぱりほら、ガダオでも棒立ち打ちとかないからね、しょうがないね。ダッシュ射撃の真髄見せてくれる。狙いはもちろん反則。やっぱりダッシュ射撃の方が当たる不思議ちゃん。だがその距離では、なにー。その距離からバズ角が間に合うだと、バズからのダッシュがかなり疾風陣雷だったじゃねー。今回の新機体ジュアップ、また水泳部かよとも思いましたが、ロボット移動もユニコーンコラボだったみたいですね。来週でユニコーンコラボはラストと言っていたので来週もユニコーン機体、マラサイやガルス系、カプールは時代的になさそうなので、可能性ありそうなのは、ガンキャノンディテクター、アクアジム、セミストライカー、ガンタンク2、イフリートシュナイド、この辺でしょうか。連邦水泳部がいないのでアクアジムとかありそうですが、ラストなので一瞬で飾るとかもありそう。ジュアップ超最大火力、お座りメガ粒子砲受けてみろ。この超絶火力である、4000ダメージは着部壊れちゃう。そして逃走を許さない必要なロケット。どんどこどんどんどんどこどんどんどん。急速に接近する支援機、バランサーのない機体など遅いわ。ボディーがお留守だぜ。追撃は格闘の威力低くなのでロケット。最初からロケット装備していればもっと火力が10チュアー。しかし全然効かないのである。コアアーマー&3含みで汎用に襲われても全然大丈夫。強襲機の仕事が試されちゃう機体。ほとんどの戦闘でプロガンかエグザムいるのでいかに砂漠かですねー。引いたと見せかけて撃ちでーす。第4の武装いけ。エグザムファンネル。エグザムファンネルとは撃ち込まれた相手がほぼ死に至る恐ろしいジュアップの隠し武装である。たまに本体にした隠してきて私がわからないのかファンネルもしっかり再現。あっちょっとエグザムファンネルくんタコられてる。まあ時間的にも余裕あるし別にいいんじゃないかな。これは落とせるやつ。いただきでジュアー。あっちょっとジュアップのアーマーもイエローゾーン。やらせ派遣。毎回爆散落ちはやらせは戦争。ちなみにこちら前々回と前回のラストシーンになります。水泳部だらけの爆散回土管もあるよ。今気づいたけど動画3連続水泳部ですか。大したものですね。死にたくない。しかし無理もしないジュアップ君男の仁王立ちロケット。ノット爆散、ノット爆散です。最後はナムさん挨拶。やべえやつの香り漂わせていきましょう。
はい、メガ粒子砲何回もおばひしたし外しまくってましたが、それでも10万ダメージ、磨けばさらにパワーをできそうですね。最初乗った時は自衛力のなさと鈍速にイライラしてなんだこの機体と思いましたが、連携して砲火を浴びせれば安定した火力を出せる、ジュアップって感じの機体ですね。それでは今回はこの辺でー。